こんにちは、はかしゃんです。今日は新潟の糸魚川から長野の松本までを結ぶ大糸線に乗ろうと思います。大糸線に乗るのは2回目。どこかに出かけたいと思い、ちょうど大糸線の沿線が晴れていたので乗ることになりました。朝に予定を決めたので直江津から乗ったんですが、ギリギリでしたね。お昼は直江津駅前、ハイマートというホテルが作ってる駅弁を食べようと思い、切符を発見した後、超高速で駅弁買いに行きましたね。心臓バクバクで糸魚川駅に乗り込みました。電車に乗るときはいつもこうなっちゃいます。家から駅までが遠いせいにしておくか。直江津からの電車との乗り換えも2分くらいしかないような感じ。自販機で飲み物を買い、車両の顔を撮っただけでもう発車時刻になってしまいました。自分が乗った瞬間に発車したので、ちょっと申し訳なかったです。右に見えてきた随分立派な工場は姫川の農場セメント。夜景が綺麗なんです。首器用のはお花が育てられているのかな、印象に残ります。ご乗車ありがとうございます。この大糸線、南小谷という駅までは JR 西日本、そこから先、松本までは JR 東日本が運行しています。そこを境に全然路線の姿が違うというのはもう散々ネタにされてきました。西の区間がこのちっちゃいディーゼルカー、東の区間は特急や観光列車も乗り入れるような電化区間になってます。中国地方の紀新線や芸備線と同じカラーのディーゼルカーが走ってます。南小谷までは基本的に渓谷に沿うような山ばっかの路線なので、学生の姿もほとんど見られません。地元のお年寄りがちょっと乗って、旅行客と登山に行くような人が休日には乗ってますね。糸魚川から白馬まで列車の本数を補うバスも出てますが、そんなに利用者がいないようです。廃止が協議されてる大糸線では、地元が頑張って利用促進しようとしています。今も平日ですが、席は待っていて自分は立っている状況ですが、廃止が協議されてる大赤字ローカル線は大体学生が乗らないような、山ばっかりでどうしようもない路線。何のために作ったのって感じです。大赤字でも運行をしてくれている JR、 これほど良い企業はないよ。ですが儲けを出すのが企業なので、大赤字路線は廃止されるんで、乗れるうちに乗っておこう。
川、汽水が取れる姫川です。もうちょいゆっくり、2倍速にしたらちょうどいいんじゃないかな。で途中下車してみたいですね。近くには姫川温泉があります。あの廃墟も見てみたいしね。
ここは中土。ここにも発電所が。1935年、信濃大町と中土が結ばれた年にできたようです。大糸線は、松本から信濃大町までが信濃鉄道という私鉄として1916年に開業。大糸国線とも呼ばれる信濃大町、中土間は、国によって1935年に開業。大糸南線と呼ばれる小滝・糸魚川間も国によって1935年に開業しました。時が過ぎて1957年に中土と小滝間が開業して全通を果たしました。昔から自然災害によって線路が壊されたり、列車が雪崩に埋もれるなどたくさんの苦労があったみたい。そんなことを言っていたら、JR 西と JR 東の境界、南小谷に到着。降りると駅の一等地がこれです。綺麗な姫川。奥の綺麗な橋、あれは建設中で国道の振動を作っているみたい。立派な高架の道路はちょっと雰囲気を壊している感じがしますね。トラックもたくさん通る国道なので、それだけ立派にしなければなりません。ちょうどお昼の時間なので、直江津で買った駅弁を開封する時が来ました。じゃじゃん、ハイマートの鮭飯です。焼き鮭にイクラ、真ん中のあんずが美味しい。見た目はコンパクトですが、食べるの時間かかりました。ちょっと値段高いんだよね。駅メモというアプリのせつかちゃんとレンゲちゃん、かわいいね。キハ120カラーの衣装だ。自分は駅メモやってないけど、やりたくなってきたぞ。駅員さんが、糸魚川方面はオレンジの車両、松本方面は水色の車両と何回も案内しているのが印象的でした。12時ごろ、松本行きの電車に乗り込みます。ちょうど8時に新宿を出た長い丘陵のあずさが到着しているところでした。大糸線の区間は結構空いてそうですね。ご利用くださいましてありがとうございます。神社だと思ってズームしましたが、ただの家でした。いい景色でしょう。
青木古賀が見えてきました。木々の隙間から隠しきれない綺麗な青色が見えます。登山する人が乗ってくるのも大糸線の特徴。ちょうど稲の刈り取り前で黄色の田んぼが目立ちますね。この先、松本が近づくに連れて込んできたので、動画はここまで。2時ごろ、松本に到着。2両から大量の人が吐き出され、また、折り返しなので、大量の人が乗り込んでいました。隣のホームには超レトロなアルピコ交通、上高地線の電車がいました。もともと、京王電鉄で走っていた車です。ホームの発車案内は最新鋭のディスプレイで、ギャップがありますね。
松本からは篠ノ井線に乗っていきます。ホームの停車位置案内、まだ115系がいるんですね。お、貨物列車の通過だ。通過の放送があってから3分くらい待って現れました。関東の発車メロディーが松本でも聴けるのが面白いね。おやめください。円山という謎の行き先。円山行き211系の発車を見届けます。3+3の長い6両編成。松本駅は JR 東海の車も見れて面白いところです。お、あずさですね。低レベルな並走が繰り広げられてます。ここに留置しておくみたい。ちなみに今座ってる座席なんですが、こんな変な席なんです。211系、3両編成の中で1箇所しかついてない席。右にトイレがあり、トイレの出口の目の前にロングシートがあるのはまずいということで、ここだけ横向きになったみたい。結構足元が窮屈です。松本平から善光寺平に向けて山を越えていきます。自分だけ違う向きに座る、ちょっと楽しい座席。カムリキ山を越え、また来ちゃいましたよ、おバス停。おバス停、おバス停です。お出口は左側です。棚田も実って綺麗に見えます。おバス停はスイッチバックの駅。この列車も後でそちらの下る線路を通ります。特急士なのはスイッチバック関係なく通過してしまうので、普通列車では景色をゆっくり見れます。午後だから巡行で平野が照らされてますね。おバス停で4分停車。あっちのホームなら景色よく見えるけど、まあいいや。スイッチバック中。総かぶりつきになりますね。
島。終点の長野に到着。ご視聴ありがとうございました。